こんにちは、速塾部ですあのー、吉田さんね何ですかねあのフォーチュンビジネスって昔あったじゃないですかフォーチュンビジネスをやってる人にビジネスを教えるっていうのを当時やってたらどうなったんですかねその人もちゃんと稼げるようになったんじゃないかなと思ったりするんですよねやっぱりね吉田さんは今の形になってあのー、なんかそのまっとうというかね何者にも恥じない なんか新しいフェーズに来たんじゃないかなと思うばかりですよね、うん、でやっぱ日本一の塾にしたいってそれで本当に分かりやすくていいなと思うんですよすて、うん、じゃないですかね思えば私もその六本木ヒルズ塾とかに参加して私はいつまでもね稼ごうと思わないんですよで人生の目的って稼ぐことじゃなくてそうじゃなくてあのやっぱ消費することだと私は思ってるんですよ あの優秀な消費者になることどこに行っても使うばっかりね誰に対しても使うばっかりみたいなねでたまにちょっとねビジネスやってお金稼いでみるかみたいなでもそれによって生活費を賄ってるわけではなくってあくまでもそれは一つのね体験としてというか人に教える時はビジネスするけども実際は自分のビジネスフィールドはガラ空きにしてあなたここに入りなさいあなたここに入りなさいって形です 私の YouTube チャンネルでたくさんの人を紹介するのもそういったことがあるんですよね。もちろん、私のことをね、期待して見てくださってる方に対して、私じゃない人が出てくるってことは、信頼を裏切ることにもなるんで、それはね、あのファンの方は増えていくあのひ、減っていくんですよ。どちらかというと。相当レベルの高いコンテンツを私に提供してくれれば、私もね、あの、ファンを増やすことになるんですけども、逆なんですよ、大体。私は誰かの動画を紹介すると、あの、やっぱりね、 人気はなくなるんですよ。でも、それも込みで、私のね、ことを使って、少しでもチャンスを広げてくださいっていう気持ちが、その速歌塾の、ちょっと特別感といいますかね、メリットではあるのかなと思います。うん、ドリームアカデミアとあの、違うところとか同じところとか様々ありますけども、やっぱり共通するのはね、やらなければ何も起きないってことですよね。うん、参加して稼げるわけじゃなくって、参加しなくても別に稼げるってことなんですよ。でも、参加せずに、 稼げないんだったら参加して稼ぐ道を模索した方が絶対いいなってことですそもそもね、吉谷さんも経験あると思いますけどもあのお互いね、速歌塾やドリヤカに入ってこない人でもちゃんと質問したら私たち答えますよねそこで出た言葉っていうのが熟成でもないのにすいませんってことなんですよいやすいませんって思うんだったら別に塾入ればいいんじゃないのって私思うんですけどね言ったりもしますけどねなんなんですかねこれはねいやすいませんと 塾に入ってないのにこんなにしてもらって、いつか機会があったら入ります。まあこういう人はね、うん、ちょっと稼げない人かなと思います。要するにビジネスって、相手の人をタダで使い倒してね、得した得したって言ってる人は得してないんですよ。そうじゃなくて、きちんとした対価を見抜いて、そこにきちんとお支払いすることによってビジネスが成立するわけじゃないですか。逆の立場だったらどうかなってことも考えないといけないし、ビジネスってのはどちらかがお金を払う。 方であり、どちらかがサービスを提供する方であり、両方ともね、何かを提供してるわけですよ。そのお互い様の精神でビジネスできてると思うんですよね。うん。まあ、吉田さんがね、1億円稼ぐ人を輩出したってのはすごいですよね、うん。だからね、100万円なんて本当、ちょちょいのちょいなんですよ。うん。これね、誤解を恐れずに言うっていうレベルではなくって、本当にね、あの、100万円なんてね、ほんとすぐですよ。 できないと思ってる方が実現してるんですよ。なぜなら月収20万とか30万で働くことを選んじゃってるんですよ。だって月収100万を選べば月収100万いくんですよ。じゃあどうやって月収100万いくんですか商品作るでしょ集客するでしょ販売すると。10万円の商品を10人に売りました。ね。100万じゃないですか。それを選べばいいんですよ。いやでも10万円の商品できそうにないからな。じゃあ1万円の商品作ったらあたら。いや100人の人を集められそうにないからな。ね。 とにかくできない子、できない子、いろいろ思いつくんですよね。そうじゃなくて、どうやったらできるかなとか、これだったらできるよね、みたいなことを事例を山ほど出してるんで、そっからかいつまんでやっていけばいいんじゃないかなと思いますそれがこれ、彼ルケルムですよ。ね、吉田さんね。はい、というところでね、ドリームアカデミアじゃなくて、フォーチュンビジネス。いってらっしゃい。